第4支部支部長の、ボギーテドコンでございます。まあ私今週ずっともう出っ放しで、まあ、ある案件にかかりっきりでございまして、もう役所行ったり、はい、あと別なとこ行ったり行ったり来たり、今日だけでもね、何箇所もずっと1箇所に3回ぐらい行ってますかね。まあ容量が悪いというか。あ、どうもキキマルさん、ニラありがとうございます。ここではこの丸いシート書いてるものはニラと呼ばれております。はい、森さんからニラ茶いただきました、ありがとうございます。まあ、そんな感じでバッタバッタとしていたら、はい、この前鼻水が止まらなくて大変だったんですけど、まあ皆さんのおかげでなんかだいぶ良くなりました。はい、それから塩沢さんに、奈々さんに、はい、大鉄さん、はい、からニラいただいております。それとニラ茶の方も連発であちこちから来てますね。はい、特攻野郎 A チームさん、カノタンさんからニラの束、そうです、ニラの束です。リルリルフェアリルこんばんは、リキトさんからもニラの束、二階堂さんからもニラ束、甘さ控えめさん、セレーナさんからもニラでございます。ニラですよ皆さん、ニラ。はい、私ついつい今日スーパーで安売りしてるニラを束で買ってしまいましたけど、はい、ブラックストーンさん、ハタポンさん、はい、それからハマーさんもニラありがとうございます。皆さんも夏バテ予防にぜひニラ食べてみるのもいいんじゃないですかね。はい、食べれば座り込んだり立ち上がったりしてもね、そして機動隊に抑えられても反抗できる元気な体になると思いますよ。さて、今夜も沖縄の今についていろいろお話をさせていただきます。はい、高田さんどうもニラありがとうございます。少佐と二階堂さんから、はい、特攻野郎 A さん、からもニラ茶、ニラです、ニラを煮出したお茶ですね。一体どんな味がするのか一度はちょっと飲んでみたい気もします。はい、あと B さんに、タワマツリさん、はい、ターミネーターさん、シンマンさん、はい、アワビさんもお見えですね。ノリゾウさん、コシさん、今日コシさん一番乗りですね。シルバさん、正解する点 P、 面白いですね。はい、リスコさん、ガレールさん、ニラちゃんありがとうございます。はい、川崎さんもお見えでございます、こんばんわんこ。はい、ラブタさん、パインジュースのニラ添えもそうですね。最近は方々ニラだけじゃなくてマンゴーもあるようですからね。マンゴー、マンゴーですよ、マンゴー。はい、200個ぐらいなんかあったらしいんですけど、すごいですね。はい、それからサーファー高橋さんからもいただきました、ありがとうございます。はい、タイガージェットシンさん、今日も楽しくいきますよ。はいはい、それから和歌山さんもお見えですね。そうなんですよ、和歌山さん、最近彼らは送り主不明のニラ、あ、ニラじゃないです、マンゴー、はい、出所不明、出所不明のニラではなくマンゴー、マンゴーでございますよ。はい、それをなんかカンパと引き換えにお持ち帰りいただいてたっていうことですごいですね。まるで販売してるみたいですね。まあカンパと引き換えにあげてたといえば聞こえはいいですけど、お金と引き換えですから商売そのものじゃないかというふうに私思ってしまいます。つまりもうすでにこの反対運動の現場っていうのはいわゆるもう生計を立てる場になってるっていうことでございまして、そうなんですよ。はい、あ、素敵なまたろうそくの、はい、ろうそくですね。まあちょっと早めのろうそくいただきました、ありがとうございます。何が早いかってそれはそうですね。はい、近いうちにまた面白いことが、面白い日が来るんじゃないかと。あ、サイコボタさんどうもこんばんは、たけちゃんさん、はい、ニラちゃんありがとうございます。目玉さんからも、クラッカーいただいてます、ありがとうございます。さて、実は昨日15日、はい、終戦記念日ということで、はい、靖国神社などで厳かに、はい、参拝された方も多かったと思いますけど、まあ、この8月15日っていうのはやっぱり終戦記念日、本当私はね、終戦記念日があるんだったら開戦記念日も作るべきだと思ってるんですよ。はい、終戦記念日ならば開戦記念日もあっていいと。つまり日本が、ね、当時、はい、この植民地化されてた東南アジアの方々を解放するために
立ち上がった日ですよ、12月8日。それを、ね、開戦記念日として、なぜ日本が戦わないといけなかったのか、その当時の世界情勢、東南アジアはどうなってたのかっていうことをね、改めてやっぱり考える機会にするためにも、やっぱり開戦記念日を私は作るべきだと思っています。開戦記念日、皆さんはどうですかね。沖縄の政治家の中には、沖縄の、いわゆる祖国復帰の日、5月15日を祝日にしよう、国民の祝日にしようっていうような話もありましたけど、私は正直言ってこの件には全然乗り気じゃない。はい、なんで沖縄だけなんですよ。はいね、なんか沖縄がなんかだだこねてるみたいに見えてしまってですね、自分たちを特別扱いしろって言ってるのしか見えない。もし沖縄の祖国復帰記念日が祝日になるんだったら、小笠原とか奄美とかそういったところも全部、はい、記念日にしないといけないですよ。私はそういった、ね、地域的なことよりはまだその国全体のことを考えて記念日作るべきだと思ってるし、まあ、毎年この終戦記念日には私だったら絶対に開戦記念日作るけどなっていうふうにいつも思ってるんですよ。はい、記念日ですね。代表取締役さん、終戦記念日があれば開戦記念日もあってしかるべきだということでございまして、はい、ゆきとさんなかなか詳しいですね。12月8日です。はい、トラトラトラの日です。その時にね、私は本当の平和教育ができると思うんですよ。こういったね、8月15日にはとにかく戦争は悲惨だ、300万人が死んだとか、特攻は無駄死にだったとかね、大騒ぎする本当に恥知らずな連中がたくさんいますよ。でもね、12月8日この日本が、欧米に対して戦端を開いた日に、なぜ日本が当時強大な力を誇っていた欧米諸国に対し、戦端を開いたのか、なぜ開かざるを得なかったのか、その後の戦いはどうなっていったのかということをやっぱりきちんと教える一つのやっぱり節目にしてもいいんじゃないかっていう思います。はい、開戦記念日、そうですね、記念日っていうとあれなんですけど、終戦記念日があるぐらいですからね。だから終戦があれば開戦はどっかにないといけないんじゃないかっていうのは私は思ってるわけなんでして、そういった日になぜ日本が戦わないといけなかったのかっていうことをね、子供たちと一緒に考える。そして今のこういった社会情勢の中でもし戦端が開かれたらどうなるかっていうこともね、やっぱ親子で真剣に考え、言葉にできるような日になったらいいなっていうふうに思っております。そうです、塩沢さんおっしゃる通り、正しい歴史教育、もう今教育を担ってる人たちがとにかくおかしい人たち多いんですよね。はい、反日反米、ね、かと思えば北朝鮮冷戦、徳川三国大好きということで、はい、そうですよね、終戦記念日記念にするような日ではないですよ。はい、終戦の日でいいと思う。ターミネーターさん、その通り、私もそう思います。はい、開戦の日、終戦の日で、その時に、まあ、終戦の日にはその4年間の戦いでどのような状態に日本はなっていったのかっていうのを考えればいいし、今度は開戦の日にはなぜ日本は戦わないといけなかったのかっていうことを改めて考える。そして戦いをね、せずに済むには何が必要なのか、額にマジックで9と書いておけば防げるのかっていうことを真剣にやっぱり親子で考える、そういった日になってもいいですよね。そうです、翔さん、8月15日決して戦い終わってないですよ。はい、確かサイパンでしたかね、例の八方所の山では生き残った方々が一生懸命戦ってましたよ。はい、そして樺太では残された日本軍がね、一生懸命ソ連軍と戦ってましたよ。そういったこともね、やっぱり考えないと、本当に平和教育っていうのはいかがなもんかというふうに思っております。そうですね、代表取締役さん、ぜひもし教育者がそれをできないんであれば、我々が子どもたちに伝えていくしかないかなと思います。テドコンさん、どうもいらっしゃいませ。
さてその日の沖縄のニュース、8月15日、トン、はい、これはまさに、はい、準国営放送と言われている某 NHK さん、終戦の日と書いてます。終戦の日、終戦の日、戦没者名簿の虫干し、追悼と平和の誓いというふうに出しております。はい、まあさすがというか、なんというか、一応は書いてます。黒海軍交渉さん、こんばんは、こでございます。さて、じゃあ他の民法、他の民法、もうとにかく反対派御用達の琉球朝日放送さん、これトン、終戦の日の言葉一つなく夏休み伝統のお風呂作りに挑戦ということで、はい、特に皆さん、この右側のキャスター、よーく顔を覚えてくださいね。すごい方ですよ、この方。はい、もう平和運動に頭のてっぺんかつま先まで染まってるような方がキャスターしております。続きまして、はい、琉球放送さん、終戦の日になんと那覇市議会、オスプレイ墜落事故で抗議決議ということで、わあ、うん、本当にこれでいいんですかね。その通り、詳細よくご存知ですね。その通りですよ、委員長ですよ、あの方は。いやー、でも終戦の日に抗議決議可決とか、こんなことをやってる場じゃないだろうと。はい、そして OTB さん、一括交付金の見通し立たずということで、もう本当にね、沖縄の民法を見事に終戦の日ということをね、県民に意識させないような、オブラートに包んだというか、もう袋の中に突っ込んで見せないような報道を、まあ、しておりました。本当にこれすごいというか、なんというか、呆れ果てて物が言いません。そしてね、はい、皆さんご存知のガナハ雅子さん、靖国の方に行ってましたよね。そして素晴らしい言葉残してます。英霊の方々を二度死なせるわけにいかないと。まさにその通りじゃないですかね。国のためにて戦って倒れてた人たちに、後世のね、人間が石つぶてを投げ唾を吐きかけるようなことをね、許していいのかっていうことですよ。だからガーナマスコさん、本当にあっぱれのこと言ったと思う。みんなが思ってることをね、やっぱり言葉にして言ってくれた。本当に私は素晴らしいと思う。はい、浜由美さん、スピーチご覧になりましたか ね。沖縄っていうのは左翼からしたら捨て石だって言われてますよ、ね、大東亜戦争末期の沖縄戦は本土の時間を稼ぐための捨て石だったと。そのね、捨て石と言ってる沖縄から、こうしてね、若い女の子が来て英霊を二度死なせてはいけないと。本当はこういったことをね、やはり私は沖縄のテレビや新聞は報道すべきだと思います。沖縄っていうのはね、確かにひどい目に遭いましたよ、ね、艦砲射撃を食らったし、激しい地上戦も戦いましたよ。だけどね、決して捨て石じゃなかった。多くの特攻機が、戦艦大和が、そして沖縄では約9万人近くの全国から来た将兵が倒れてってるんですよ。沖縄を守ろう、この土地を守ろうとね、二度と帰らない覚悟を持って沖縄に来て一生懸命戦って倒れていった。それをね、今の安全圏にいる、銃弾も飛んでこないようなところに住んでる人たちがなんで恥ずかしめることができるのかっていうこと、これをね、やはり我々許してならないと思う。ガナハ雅子さんだけにさしちゃいけないですよ。やっぱりみんなでできることガンガンやっていかないと、
まあ、当然やるっていうのは勇気いります。勇気いりますよ。ネットにさらされたり、仕事の邪魔されたり、誹謗中傷を受けたり、私なんかもう慣れちゃって麻痺してますけど、ね、全然何書かれても痛くも痒くもない。昔はやっぱり書かれるとすごい気になった。でも今はね、やるならやれっていう感じ。こんなことに、こんなね、誹謗中傷とか言われたところでね、70年前の覚悟を決めてこの沖縄に向かって飛び立ってったあの若者たちの覚悟にはもうどんなことがあっても及ばない。そうですね、黒海軍交渉さん、それに引き換えて福島みずほ、戦没者をよみがえらせて安倍政権と戦う、なんで平和を訴えている党が戦うっていう言葉を使うんですか。それもこの国を守るため倒れていった人たちを何の利用するんですか。この国をね、貶めてのこの人たちですよ、本当にね。まあ、こんなことが許されてるっていうのが私は本当に理解ができない。で、私はあのもう一つ非常に感心したのが、皆さんアベマ TV 見ましたかね。アベマ TV、 いやあれ朝日放送がバックなんですか。あれってね、沖縄で流してほしい内容だったんですけど、いやもうあれね、私食い入るように見てました。途中からコメントガンガン入れてましたし、はい、うちのメンバーが動画の URL とかボンボン投下していましたけど、あれすごかった。今日ちょっとキャプチャーしたので皆さんにお見せしますけど、トン辺野古の基地の外です。基地の外、基地外ですね、はい、基地の外です。これ、はい、この小松さんという方が辺野古を取材した、移設反対運動の現状はということで、いかにもっていう左巻きのじいさん、そうですね、やはり逮捕されても生活に影響のない65から75にぴったりハマってる方でございます。この方に沖縄タイムスとか琉球新報でと、はい、一部しか見てない方のためにキャプチャーをお見せします。はい、琉球新報や沖縄タイムスって反基地ありきみたいな論調でと、はい、反基地みたいな論調で、はい、というとこのじいさん途中でぶち切れます。お前はどこの出身だ、人の質問には答えないで質問に質問で返してくる、まさに左翼のやり口そのまんま。お前どこの出身だ、え、北海道です、北海道、するとねこう言い放った、上から目線で、北海道にね、北海道全体の面積の 20% 米軍基地置いてから物言いなさいよと。いやこれね、これってじゃあ基地をね持っていない地域の方々はこの沖縄の左翼に対して何を言ってもいけないと、はい、何言っちゃもいけないって言ってる、それと一緒ですよね。いやこれっておかしくないですか。いや私見ててね、あっけに取られましたよこれ、なんだこれはと、まさに上から目線ね。この多分この方もしかすると元公務員か元教員ですよ、はい、そうですよね、黒海軍交渉さん演習場もありますしね、はい、冷戦時代沖縄以上に非常に緊迫したとこでしたよ、はい、北海道にね、北海道全体の面積の 20% 米軍基地を置いてから物言いなさいと、これって私絶対納得できない、うん、じゃあ米軍基地を置いてないところの人たち何も言うなと。そうです、あの新満さんその通り、じゃあ県外から来る活動家もね、沖縄で何もするなっていうことですよ。沖縄のことを沖縄で決めればいいんですよ。じゃあいいじゃないですか。はい、モンドさんどうもニラありがとうございます。そうです、ヒロさん、議論することができない、余地がないじゃなくてできないですよ。彼らはもうステレオタイプに信じてるのがある、反戦平和、はい、基地の撤去、こればっかり、はい、
じいさん本当に考えが狭すぎます、物言いなさいよと来ました。はい、いやこの物言いなさいよって言って、するとね、小松さんこう返しました。反対の方もそうですけど、賛成の方の意見も両方載せてと、はい、反対の方の意見も賛成の方の意見も両方載せて、両方載せて、それで判断していただこうっていう報道姿勢はどう思われますかと、はい、それで判断していただくっていうのはどう思いますかと、このやっちー、まあ沖縄でやっちーって言いますけど、はい、このじいさんにそう問いかけた。するとこのじいさんまた驚きの返答をするんですよね。するとこう言い始めた。それはね、対等平等というのは単なる数字のマジックですよと。多分この時記者の方々周り全部おきさよだったと思いますよ。私経験あります。だいたいこんなインタビューとか話してると取り囲んでくるんですよ。多分周りは全部おきさよです。はい、県外の特定外来プロ市民も入れて、多分この話をしてる方々を10名以上で多分囲んでると思います。今度八重目日報の記者あったら聞いてみようと思いますけど、ね、平等というのは単なる数字のマジック意味が分かりません。次こういった8割の人間も1割の人間も同じように紙面載せたらねと。これ何なんですか。これこの方ね、公平と平等の意味を履き違えてるとしか思えない、ね、8割の人間も1割の人間も同じように紙面載せたらねと。8割、何が8割なんですかね。そして挙句の果てに、沖縄にいる米軍は暴力団だと言ってのけた。つまり彼らが言う8割っていうのは、いわゆる日本全体ですよ。今自民党が政権取って安倍政権じゃないですか。そのね、政権与党に対し自分たちは非常に少ないと。それに対して報道をね、偏った報道をするのはこれは当たり前であるということが彼らの言い分なんですよ、ね、8割と1割、つまり日本国民の8割が一説に対して肯定的な意見を言っている、しかし1割の人は反対をしている、だから1割の方々を大きく報道するのは当然であるというのがこのじいさんの考え。でもそこで私一言ね、皆さんにも言いたいことが、沖縄逆です。はい、沖縄逆ですよ。反対の意見が多い、ね、我々のようにはっきり、いわゆる条件付きように賛成という人たちは逆に攻撃されて仕事を失ったり、ね、ネットにさらされてひどい目にあったり暴力を振るわれたりしてる。だったら私たちの賛成意見をはっきり言える人たちっていうのがマイノリティなんですよ。だったら賛成意見を大きく載せるべきじゃないですか。とかこのじいさんそんなこと言わない、自分たちは、ね、マイノリティだと、8割と1割だと、だから新聞やテレビが自分たちに好意的に報道するのは当然だという考え、どうでしょう皆さん。こういった考えは私は承服いたしかねます。はい、そしてこういうふうに言い切った。中立はないよ、あるかい、あるかと。この人たちに中立はない、そうそう、榎本さんそれです。島国根性、とにかく沖縄中心主義ですよこの人たちは、ね、あと別な言葉もあります。私こういった人たちのことをとにかく平和だといえば何をやっても許されると思ってるおかしな人たちのことを平和原理主義者と言ってるんですよ。はい、平和原理主義者、とにかく反戦平和を言えば、ね、道を塞いでもいいし道路に寝転がってもいいし、ね、仕事もしないでテントにくまってて、ね、毎日ブラブラしててもいい、まさに原理主義者ですよ。そう、反戦平和免罪符、
反戦平和、そうですね、平和原理主義者、メタヨメクさん、ぜひまた使ってください。平和原理主義者です。はい、だからテロリストみたいなこと平気でやるんですよ。はい、少佐その通り。平和といってもカタカナですからね。皆さんこれからはぜひ平和原理主義者とニラということで、どんどんまたこれ広めていかないといけないですよね。中立はないよ、あるかと。お前らに中立なんてあるはずないだろうと私逆に言いたいね。はい、そして今度はまるでね、自分の娘が強姦されたかのような話を始める。あなたの娘が強姦されて殺されて、はい、あなたの娘が強姦されて殺されても、それでも今みたいなことができるのかと詰め寄った。つまり人の命を今度持ち出してきて、それに同意できるのかと迫るんですよ。これはまさに同調圧力。はい、同調圧力。死んだ人間をこうして利用します。彼らは感情移入しちゃってね、お前たちこんな人が死んだらそれでいいのかって言って口を塞ぐんですよ。いや、だったら人が死んでるってのは何も米軍だけじゃないですよ。だって沖縄ではね、在日朝鮮人が沖縄に来て沖縄の女の子を殺して山に捨てたこともありますよ。だったらなんでこの人たち朝鮮人に抗議しないんですか。おかしいですよ。沖縄だってつい2週間ぐらい前に沖縄市で兄弟で殺人事件がありましたよ。なんでそれには心痛めないんですか。必ずね、この米軍とか米軍関係者に奪われた命の時だけ感情移入をしてこうして会見あげるんですよ。そうですよ、カルガモさん、この人たちそんなこと何も言わない。つまり彼らにとって失われて、ね、心が痛む命っていうのは米軍とか米軍関係者にやられた命だけ。交通事故の死者なんて米軍のあれと比べたらもう話にならないですよ。この人たちがいかにね、狭い考えを持ってるかっていうことです。もう完全に偏ってるんですよ。人の死を持ち出すのであれば、全ての人の死に対してやっぱり抗議をしないといけない。ところがこの人たちは米軍と米軍関係者のが加害者の時にだけ騒ぐ、痛む、そして死んだ人間の名前を出したり写真をプラカードにしたりして相手を威圧するんですよ。まさにね、利己主義、島国根性、もう本当にね、もう見ててみっともない。自分がこの人の息子だったらね、ぶん殴ってますよ。親父やめろバカ野郎って言ってから、うん、みんなの前で大喧嘩しますよ、自分がだったらね。はい、もう本当に何を考えてるんですかね。うん、そして都合が悪くなると沖縄最古は必ずこう言います。君は勉強が足りないと。君は勉強が足りない、勉強が足りない。私も何度も言われました。議論しててこっちがね、ガン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 理論で潰していくと、お前は勉強が足りない、勉強が、次の言葉、これ皆さん本当に記録に残りますよ。これ本当に笑います。今日一番のキャプチャー画面トン。だからこそ沖縄タイムスも琉球新報も読んでねと。いや、 B さんこれいると思いますよ。だってナーシ役所いっぱいいますよ。在日ナーシ役所いっぱいいますよ。外国人も雇ってるって話聞いてますよ。だからこそ沖縄タイムスも琉球新報も読んでねと。で、私これ言われたことがある。野竹ゲートで左翼に言われた。はい本当にバカ丸だし、アッピーさんおっしゃる通り。いやーね、小松さんこんなこと言われたらやっぱり平和運動にシンパシー持っててもやっぱり目覚めますよ。あ、高松リーさんニラありがとうございます。はい、いやー、もう本当にこれよく放送したなと思いますよ。これお見事、あっぱれです。これぜひ沖縄の地上波で流してほしい。
だからこそ沖縄タイムスも琉球新報も読んでねと。つまり彼らにとっての教科書バイブルは琉球新報と沖縄タイムスだってのを自ら白状しちゃった。で、私こんなしこと言われて何と言ったか。そんな新聞ばっかり読んでるからあんたたちみたいになるんだよと。ネット見ろよネットってビシッと言いましたよ。はい、そんな新聞ばっかり読んでるからあんたらみたいになるんだよと私はっきり言い切りましたよ。いや本当にね、猫さん私あの前にも両方撮ってました。好きだったんですよこの新聞2つともね。ところがもう特に政治の話になると毎朝見てて血圧は上がる、頭はクラクラする、怒りは湧いてくる。こんな新聞よく出せるなと思ってとうとうやめてしまった。で今八重山日報、平穏な生活を続けております。はい、いやそしてねこの方小松さんが八重山日報のことを聞いた。八重山日報はどうですかって聞いたら、あ こっちにはこのじいさんの後ろにいかにもっていう人が来てますね。もう周りに皆さん取り囲んでるも分かるんじゃないですか。これ小松さん怖かったと思いますよ。だって取り囲まれてるんだから。現場に八重山の日報の記者いますんで、その時のちょっと様子私聞いてみたいと思いますけどね。私このじいさんの横にいる白ひげのじじいみたいのに叩き殺してやるからなって言われましたよ。カデナのゲートで皆さん見たことあると思います。誰ですかまた取り囲まれるってキラキラしてるのは。はい、頭来てるわ実際八重山日報の記事見たらと。なんで頭来るんですか、ね、もう頭に来るっていうことはあなた自身がもう脳みそが赤く染まってるっていうことですよね。この人たちは本当にこの山城博士なんかの正体知らないと思いますよ。はい、でもね八重山日報の記者はこう言ってますね。いろんな風な角度を深く広く掘って取材していくしかないのかなとおっしゃっております。山下さん何度もお会いしてます。はい、すごい真面目な方です。熱心です。ぜひその時の様子をね今度彼に聞いてみたいなというふうに思っております。さて、昨日の、このアベマ TV の特集の紙芝居、皆さんいかがだったですかね。琉球新報と沖縄タイムスを読みなさいよっていうのはさすがに私普段よく言ってたじゃないですか。やつらブチギレすると最後はそう言ってくると。ほらね、今回のアベマ TV の取材でこれが明らかになったわけです。つまり彼らが、ね、新聞読めと言ったりタイムス新報を読めという時は彼らの白旗宣言なんですよ。はい、いつもこれです。いつもこれ、あとはうるさい帰れになってそこで終わりますからね。ね、中さん。はい、いや本当にいい番組でございました。はい、しげるちゃんどうもニラありがとうございます。ぜひ皆さんこのアベマ TV また思いっきり褒めてやっていただきたいと思います。さて今日はこのオキパヨ、サヨコがいかに無責任でハレンチかっていうのをご紹介しますと。はい、これはですね沖縄市、はい、沖縄市の、沖縄市の運動公園の近くにあった、サッカー場、ここにはこのような、ね、立派な、スタンドもあってですね、ここはサッカーの、ね、プロ選手を目指す少年たちにとって聖地になっていたんですよね。聖地、はい、ここに来てもその米軍関係者の子どもたちとか沖縄の子どもたちが一緒になってここで、サッカーを、ね、して将来、プロサッカー選手を夢見る、すごいいいところだった。どうですか皆さん、広々としていいですよね。スタンドの後ろには、この休憩所みたいなところもあります。あそこは確かトイレとかシャワーがあるって聞いたんですけどね。つまりサッカーをした子どもたちがそこで一休みをしたりトイレに入ったり、そしてこの広いところで、まあ、子どもたちが一生懸命サッカーをしていた。ところが、これ沖縄市がここをですね、もう一度きれいに整地をしてもっときれいなサッカー場にして子どもたちに提供しようとしたところ、なんとそこを掘り返したらドラム缶が出てきた。
するとこんな報道が始まった。ドラム缶からダイオキシン、沖縄市サッカー場環境基準越す、枯葉剤とは断定できない。ダイオキシンって言ったら物を燃やしたりプラスチックとかゴム燃やしたらどこでも出ますよね。それをねここから出たからということで、いかにもなんか枯葉剤のね入ってたドラム缶だっていうような印象操作。はい、そしてこういう感じ。琉球新報、枯葉剤の疑い濃厚、使用二成分検出、サッカー場ドラム缶、専門家オレンジ剤点検ということで、もう一面ですよ一面。こうしてねでっかく載せて大騒ぎをした。当然ながら沖縄左翼の政治家たちもこうしてね、あの皆さん見えます、このさっきのあの建物、この市議の後ろに見えますよね。はい、で緑の芝生がもう剥がされて土が見えてるんですけど、ここをもっとね、そうですよ、濃厚では記事書いていけない、塩沢さんおっしゃる通り。はい、こっちそうです、もともと米軍施設の後で返還されてサッカー場にしているんですよね。まあ、この枯葉剤、つまりベトナム戦争復帰前の話です。でここ米軍基地だったんですよ、もともとね。そこにドラム缶が埋まってたっていうことで、それを掘り出した。するとその中にダイオキシンが少量見つかった。健康に被害が出るような量ではございません。だけど彼らは小さなことでもまるで大木のように言います。はい、あの防潮寝台っていうんですか。はい、そういう感じで、でこうしてね、あの下り顔の沖縄左翼、オール沖縄の政治家たちも次々とここに来て、どん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 ね、その煽り立てた、煽り立ったんですよ。そして煽り立てた結果、本当にどうなったかというとね、こういうことになりました。トン、はい、これ同じ場所です、同じ場所。つまりね、ここは子供たちがまた綺麗なサッカー場になるとって思って胸を膨らましていたんですよ。それをね大人たちがダイオキシンだ、ね、米軍の枯葉剤だって大騒ぎをして、結局市は万が一を考えて、万が一を考えてですよ、サッカー場にすることを断念をして、ただ広い駐車場にしてしまった。私こっち通るたんびに見てますけど、車一台も止まってないんですよ、いつも。そう、ラプタスさんその通り、ね、結局政治的にね、まあ米軍が嫌いなのかそれはいいんですよ。だけどこうしてね、子供たちの夢をね、サッカー少年たちの聖地をこうして大人が奪ってしまった。ここではもう二度とサッカーできないですよ。駐車場地だって使う、ね、機会もない。そして奥にあるサッカー場だった当時に作った建物、もう廃墟ですよ、廃墟。どうなんでしょうね皆さん、本当に。そうです、猫さんのおっしゃる通り、パヨコは邪魔しかしない、その通り。ゆきんちさん、どうもニラありがとうございます。そこにうちの宮城さん行ってないですかこれがね、まあ子供の夢を奪った、いわゆるイデオロギーですよね、イデオロギー、反米というイデオロギーが子供たちの夢を奪ったという一つの例です。これは例、子供たちはねすごいがっかりしたと思いますよ、ね、ここで一生懸命サッカー選手を目指して頑張ってる子供たちいたのに、結局はサッカー場、そこが一つ消えてしまった。本当に子供たちが本当に不憫でならないです。はい、そしてまた同じようなことが起きた実は沖縄のいわゆるサッカーチームに FC 琉球っていうのがあるんですけど、そこがあのサッカーの催し物でですね、今度あの働く車たちっていうイベントを立ち上げて、そこにあのいろんな車を置いて子どもたちに見せようということになった。で今回あの親善試合をするチームがなんと福島から来るチームなんですよね。まあ、福島と言いますと皆さんご存知の通り、あの東日本大震災で本当に
もう筆舌尽くしがたい被害に遭って、その中で自衛隊の方々が一生懸命救難活動に従事してもらった、つまり福島のチームが来るからっていうことで敬意を表してですね、自衛隊の車も展示しよう、戦闘車両じゃないですよ、戦車とかそういったことじゃないですね、高機動移動車とか普通の輸送用トラックとかそういったのを展示しようって言った。それをね、なんと沖縄の新聞は嗅ぎつけてわざわざ記事にして煽ったんですよ。煽ったね。そしてわざわざインタビューしに行った。だってね、こんな民間のチームがですよ、誰呼ぼうっていいじゃないですか。それをあえてね、記事にして、いわゆる反基地活動家たちにを煽ったんですよ。はい。で、FC 琉球の広報担当こう言ってますね。あえて自衛隊を選んだわけではありません。いくつも声をかけたら要請に応じてくれた。多様な職業観を知ってもらえればと説明をしたと。はい。そして、沖縄の自衛隊、沖縄地方協力本部、多くの人に自衛隊を身近で感じてほしいということですね。一方、県教職員組合、沖教組ですよ。沖教組、日教組です。執行委員長、子どもたちが集まるスポーツイベントの場合、なぜ自衛隊を呼ばないといけないのか疑問だ。警察や消防とは違うって言って文句を言っている。戦争体験者とかなんとか関係ないじゃないですか。もうね、そう、職業差別、はい、その通りです、新満さん。言ったんですよ。するとね、この記事で煽られた沖縄左翼がもう電話はするわ、電話はするわ。そして記事もこういう感じでね、左翼煽ったんですよ。サッカー祭事に自衛隊車両展示、19日県総 FC 琉球が要請ということで、 FC 琉球というサッカーチームが自衛隊車両を呼べと要請したんだということで、もう散々に煽った。マッチポンプですよ、マッチポンプ。いや、だからアッピーさん、平和原理主義者です。この人たちは平和原理主義者ね、煽った。結果的にどうなったかというと、 FC 琉球には全国から最後の電話がやっぱり殺到したわけなんですよね。そして結果的にこういったコメントをリリースせざるを得なくなった。一部マスコミで報道されております自衛隊車両の出展に関しては、8月19日の試合対戦相手が東日本大震災で被害に見舞われた福島のチームということもあり、災害時の支援車両という観点で出展調整の段階でありましたが、先行報道、つまりマッチポンプです。沖縄タイムス、琉球新報がもう散々に煽った。自衛隊が来るよ、子どもたちのイベントに自衛隊来るよっていうことで煽ったんです。そして県内関係各所からの意見に配慮、つまり教職員組合とか左翼とか学校の先生とか、ね、平和運動センターとか、もう彼らこういうの得意じゃないですか。そう、ヒロさん、その通り。いやーね、大山さん、本当に私ね、 FC 琉球こういった圧力に負けないでほしかった。実はね、県内各関係各所からの意見に配慮し出展中止とさせていただくことになりましたと。つまりですね、新聞が反自衛隊を煽り、そしてそれを見た沖さよたちがもう FC 琉球に雨あられと電話攻勢をかけた。もうたまらなくなって FC 琉球さんはもう自衛隊だって、イベントがね中止になるよりはね、もう自衛隊だけでも帰っていただいて、とにかくイベントはもう成功させたいと、まあそんな思いから苦渋の決断だったと思いますけど、でもねどうなんですかね、こんなことがまかり通る。まあ前にもありましたね、百田さんの講演会が中止になったりとか、まあどっかの精神科医は同じような目にあったらすごい発狂してましたけど、人には平気でやりますよね、最古の方々は。これってね、まさに職業差別、彼らが意味嫌う差別そのものだと私は思っています。まあ、こうして沖縄左翼は、
子供たちからサッカー場を奪い、そして今度はこのサッカーイベントから自衛隊の出展を取りやめさせた。本当に反対しかしない平和原理主義者たち。もう私はとにかくヘドが出そうでございます。さて、もうこんな話ばっかりしてたらちょっとねげんなりしちゃいますんでね、はい、げんなりしちゃいますんで、今日は別の話をと。さあ皆さん、これ行ったことありますかね。はい、行ったことありますよね。行った方います？行った方いますと思います。絶対いる。うちのメンバーだったら誰かは必ず行ってます。ここでございます。はい、どうも勝利さん、ニラ、あ、ニラ束ありがとうございます。ゆきんちさん、何キラキラしてるんですか。いやー、皆さんやっぱりこっちはやっぱり行かないとダメですよ。はい、お食事と喫茶千日、かなりレトロな雰囲気でございまして、タイガージェットシンさん、ニラちゃんありがとうございます。中に入るとこういった感じ。いやー、いかにもっていう感じで、ちょっとあの色あせた氷の、はい、のれんがとってもなんかいい味を出しております。でこの店のね、唯一の、はい、空調設備がこれです。トン、真夏の沖縄でですよ、真夏の沖縄でエアコンがない店があるんですよ。これが唯一の空調設備。はい、いやこんな暑いところには誰も来ないだろうって皆さん思うんですけど、実はこんな感じと。いやもう本当に行列するぐらい並んでるんですよ。はい、並んでる。中村さん、どうもニラありがとうございます。いやとにかく、はい、次々にお客さんが入ってきます。で実はね、ダフタさん、ここ結構有名人昼間から来てます。有名人が冷たいものを食べに来るんですよ、ここ。実はここで私今日お昼ご飯をしました。お昼ご飯、何をお昼ご飯にしたかというとこれでございます。トン、はい、沖縄ではこれをね、ぜんざいと呼んでおります。ぜんざい、ぜんざいっていうと普通皆さん熱いお汁粉みたいなことを考えますけど、沖縄ではぜんざいというと冷たいでございます。大山さん、行ったことないですか、ここ。いやこれボリュームすごいんですよ。とにかくでかい。そうですね、高さは17、20センチ、22、23センチぐらいあると思います、頂上まで。はい、でこれ上はこうしてね、かき氷に練乳がかかっております。そして下には、黒糖と、島マースで柔らかく煮た、いやニラ味じゃないですよ。はい、豆が入っておりまして、この豆とこの氷の組み合わせが何とも言えないんですよね。確か普通のこのミルクがかかってないやつで300円でしたかね。皆さん300円ですよ。ミルクかかると確か50円アップかな。はい、あとこれにみぞれの素、赤いピンク色のやつかけたいろんなバージョンがありますけど、やはり私は一番うまいのはノーマルの何もかけてないやつが一番うまいと思います。いや本当にうまいんですよ、ここ。はいはい、いやこれすごいですよ。はい、非常にうまいところでございます。ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。そしてね、ここにエアコンがない理由っていうのは皆さん分かりますかね。つまりここは冷やし物、つまりこのぜんざいがメインのお店なんですよ。でエアコンの効いた部屋でこの冷たいものを食べるとね、外も冷える、中も冷える。で外に出る頃にはこの前の私みたいに鼻水ジョロジョロになってしまう。ところが入った時は汗かいて、なんだここはこんな暑いのかと思うぐらい嫌な気分になるぐらい暑いんですよ。ところがぜんざいが来て、一口二口十口二十口食べていると、あら不思議、その汗がどん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 引いていきまして、はい、そして完食した頃には汗は何もかいておりません。それどころか外に出てですね、外に出て直射日光の下に立った時、なんとこの直射日光と外の風がすがすがしく思えるかというぐらいなんですよ。つまりぜんざいを美味しく食べてもらうためにあえてエアコンはつけていないと店主の方はおっしゃって
ておりました。あの値段もリーズナブルですし、ぜひねこの沖縄旅行に来た際には、ここに行ってちょっとぜんざいを、まあ一杯食べても多分満足すると思いますけど、2杯目食べるともう凍りついてしまうんじゃないかなと思うんですが、ね、このように、美味しく食べてもらうためにあえてエアコンをつけずに、扇風機だけで、頑張ってるこのお店、かなりねイケてると思いますんで、皆さんぜひ行ってですね、あのこの沖縄のぜんざいを味わっていただきたいと思います。まあ、とにかくこの黒糖で煮しめられたこの柔らかい豆が絶品でございますんでね、はい、おすすめは何もかけないやつを、はい、そして、甘いのが好きな方は練乳付きのやつを食べた方がいいじゃないかと思っております。はい、ということで、今夜のボギーチャンネル、本当に皆さんあの最後はぜんざいの話で涼しく終わりますけどね、いや、やっぱりこうでないといけないですよね。はい、まさかこれで終わるわけにいかないじゃないですか、こんなのでね。いやーもう本当に、いやもういやー、ゆきんちね、これがいいんじゃないですか。はい、いやー中佐何言ってるんですか。はい、これでね、あのマリーン、司令官以下、あの普天間基地のマリーンが確か 2,4,6,8,12 名撃沈してますからね。はい、12名っていう感じで、ぜひ、今度チームイージスのメンバーで沖縄でビーチパーティーするときにこれやってみます、みんなで。面白いと思いますよ、みんなで、寿司ルーレットかましてみたいと思ってますんで、よろしければぜひご参加をしていただきたいと思います。ということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。では皆さん、また明日お会いしましょう。ごきげんよう。